歩む道も、なりたい姿も、全部自分自身で決めるの。誰も私に指図なんかできないわ。フォンテーヌ邸でまた何かイベントが開催されてるみたいだな。道に看板がたくさん出てるぞ。名前はフォンテーヌファッションウィーク。服屋を覗いてみようぜ。何かいい新商品が手に入るかもしれないぞ。その、本当にいいの？前金の残りを使って作ったんだって。何？まさか私が手を抜いたとでも？いやいや、千織さんを疑うつもりはないわ。というより結婚式で千織屋のウェディングドレスを着るのはずっと私の夢だったの。もう着られないんじゃないかと思ってたけど。ん？あれって千織じゃないか？え、今日は店にいるんだな。そっか、確かにそうかもな。接客が終わったら千織に聞いてみようぜ。私に二言はないわ。お客さんとの約束は必ず果たす。これが商売ってものよ。ドレスは日の当たらないところに置いて、不用意に畳んでシワを作らないように。あと取り出すのは結婚式当日まで待った方がいいけど、その感じだと我慢できなそうね。なるべく我慢する。これを着た私を見たら彼もきっとびっくりするだろうな。千織、店にいるなんて珍しいな。何よそれ。私が自分の店にいるのがそんなに珍しいわけ？今日は何を見に来たの？オーダーメイド？それとも子供服を買いに来たのかしら？のんや、子供じゃないぞ。ああ、そのこと。君たちも耳にしたってことは、フォンテーヌファッション協会の宣伝効果は確かみたいね。ファッションウィーク中って何か面白くて賑やかなイベントがあったりするのか？面白いとは言えないけど、賑やかなのは間違いないわよ。何しろこのイベントはフォンテーヌで年に一度のファッションの祭典だからね。じゃあ千織もファッションウィーク中に作品を出すのか？もちろん。フォンテーヌ邸のファッションデザイナーはみんなこの機会に自分のブランドを宣伝するの。運が良ければその日のうちに大量注文を受けることもあるわ。そうそう、しおりというブランドもフォンテーヌファッションウィークに作品を出したことで一躍有名になったのよ。あれ？でもしおりはもう十分有名だろ。今回のファッションウィークに参加しなくたってみんなお前の服を気に入ってると思うけど。それとこれとは話が別なの。みんな服のデザイン以外にもブランドの理念や今後の方向性についても注目してるからね。もしみんなが今年はまともな新作がこのブランドから一つも出ないなんて思うようになったら、誰もお店に来なくなっちゃうでしょ。つまるところ、ファッションっていうのはある種流行の思想を代弁してるの。ブランドを選ぶということは往々にしてそこが掲げる理念を選んでることになるわ。
おお、ファッションって奥が深いんだな。とにかくファッションウィークでもうすぐチオリアの新作が見られるってことだろ。そうね、デザインはもう決まってて、今は生地が届くのを待ってるところなの。フォンテーヌじゃ買えない生地なのか。うん、やっぱり稲妻の織物の肌触りが恋しくなる時もあるからね。それを使うとなんだか心も落ち着くし。お、わかったぞ。いわゆる故郷を思い出すってやつだな。まあそんなところかな。でも稲妻からフォンテーヌってなると遠いよな。一折り荷物が途中で奪われないか心配にならないのか。その点については大丈夫よ。万が一の場合に備えてコマニアを使ってるからね。最も信頼できる配達員にお願いしてあるの。ごめんなさい、ちょっと通してください。チオリお姉さん、 あなた宛てのお荷物です。かなり遅れてしまい、ま、申し訳ございません。もう息を整えてから話しなさいよ。チオリが言ってた配達員ってキララのことだったのか。あれ旅人にパイモン？君たちもフォンテーヌに来てたの？久しぶりだね。それはまた今度にしよう。ずいぶん遅れちゃったからのんびりと札遊びしてる場合じゃないんだ。この荷物はしおりお姉さんにとってかなり重要なものだって知ってるし。なんだかまたヘマをやらかしてるところを見られちゃったね。それよりどうしたの？道中で何か大きな問題でもあった？ううん、ちょっとしたトラブルがあっただけだよ。盗賊？放盗団？いつもはパパッと片付けてるじゃない。違うの。実はちょっと道に迷っちゃって。尻尾が正直なところは相変わらずね。実はフォンテーヌに入ってすぐ数人組の集団に呼び止められたんだ。その人たちはいつも会う強盗とは違って、尻尾が2本あるとか、彼女だとか、コマニアだってつぶやいてて。じゃあキララを狙ってたってことじゃないか。むしろしおりお姉さんの荷物を狙ってたんじゃないかな。私の記事を？荷物を置いていけば見逃してやる。じゃないと高い箱に詰められて海に沈むことになるぞ。もちろん溺れ死ぬ方の海にな。で、その人たちに脅されたから。キララ、怪我とかなかったか？平気平気。私こう見えてもれっきとした妖怪だもん。その人たちは全員警察隊に引き渡したよ。ただ人数が多かったからちょっと時間がかかっちゃったけど。待って、強盗に荷物を狙われるのは珍しいことじゃないけど、どうして私の荷物を狙ってたって分かったの？フォンテーヌに届ける荷物は私のだけじゃなく他の依頼人のものもあったはずでしょ？ねえ、何かまだ私に言ってないことがあるんじゃない？それは。ふーん、そっか。じゃあ今回のサービス評価は星いくつにしようかな。ああ、チオリお姉さん、それはずるいって。わかったよ、言えばいいんでしょ。実はあの人たちがどうして私の前に現れたのか少し気になって、時間を使って調べてみたんだ。そしたら強盗の中に口の軽い人がいてね、あっさり依頼人の名前を吐いてくれたので、強盗はその人にチオリアの荷物を奪うよう指示されたんだって。その人の名前は？
しおりお姉さん、もういいんじゃない？ほら、私も別に怪我をしてないし、もうすぐファッションウィークが始まるでしょ。あんまり大ごとにしない方がいいと思うんだけど。ありがとう。キララは優しいのね。でも、相手が何をしたのかちゃんと分からせてあげないと。じゃなきゃ、また襲ってくるかもしれないでしょ。ましてやそいつは、私の友達に手を出したんだから。分かったよ。依頼人の名前は、ユーサーって言ってた。ユーサー？ねえ、キララ。なんだか聞き覚えのある名前だと思わない？だから千織お姉さんには教えたくなかったんだよ。あれ？二人とも知ってるやつなのか？前に千織お姉さんが愚痴ってたんだ。そのファッションデザイナーはいつも千織屋に対抗してくるって。ってことは、ファッション業界のライバルなのか？こんな汚い手を使うやつをライバルなんて呼ばないわよ。ユーサーは私のデザインが気に入らないみたいで、みんなの前で千織屋のデザイン理念と服の素材について批判してきたことがあるの。小賢しい真似なんかしないで、正々堂々と勝負しろって前に警告してやったのに。あれ、千織お姉さんどこ行くの？誰かさんを分からせに行くのよ。キララはここに来るまでのドタバタで疲れたでしょ。うちの店で休んでいきなさい。ちょっと千織お姉さん。行っちゃったな。どうしたら。千織のことが心配なのか。千織お姉さんは思ったことをそのまま口にする性格だし、怒ると怖いから。ファッションウィークの前後に千織屋のブランド名を傷つけるような記事が出ないか心配なの。旅人バイも千織お姉さんについて行ってくれない？コマニアの配達員である私はそういったことに首を突っ込みにくいから。うん、千織のことはちゃんと守ってやるぞ。千織お姉さんよりもどっちかっていうとユーサーって人の方が心配なんだ。しおりお姉さんのことお願いね。仕事中かしら、シュブルーズ隊長。隊長と呼ぶときは大抵ろくなことがない。お前たちもいたのか。シュブルーズ、また会ったな。ああ、問題はない。あの英英のおかげで獣士隊も多くの新人を募集できた。ただパトロールをしてるといつも誰かしらにサインをねだられて少しばかり困ってるが。ひひ、何せお前はあの英英の主人公だからな。それで何かあったのか。うん、ちょっと来てくれる？その言葉を私に言うのはお前くらいだ。普段は私が言う側だからな。来るの？来ないの？何がしたいか把握しておく必要がある。私って間違えたことあった？お前がルール通りにやってくれたことがあったか？ある男が人を雇って私の友達から荷物を奪おうとしたの。だからそいつに目に物を見せてやるのよ。
それで特巡隊隊長を呼んだと？通報してるんだか自首してるんだか判断しかねるのだが。特巡隊の隊長に監督してもらうためよ。過剰になりすぎないようにね。そうなる可能性があると？ならないよう努めるわよ。わかった。そいつはどこだ？私についてきてちょうだい。こういうことは今度から減らしてくれ。いいわよ。でもそれは、先に手を出してきた相手に言ってちょうだい。ふっ、よし。ここよ。ちょっと待ってて。話をつけてくるから。お前たち、仲がいいんだな。しおりが言ったように、やりとりをするうちに親しくなったんだ。まあ、大抵は助け合いに関することだが。じゃあ、しおりっていつもトラブルに遭遇してるのか？ああ。同じように、特巡隊もよくトラブルに見舞われる。しかも、なかなか解決ができないものばかりにだ。一般人がこの制服や銃を見ると、メロピデ要塞の門よりも固く口を閉じてしまう。誰も面倒ごとには巻き込まれたくないのだろう。だが、そういった輩が服屋に行くと、その口からは止めどなくゴシップが漏れ出てくる。フォンテーヌの滝から流れ落ちる水よりもだ。なるほど。自分はいろいろ知ってるぜって自慢したくなるんだな。そうだ。自分のやっていることを自慢したり、他人の情報をひけらかしたり、そういった見栄を張るんだ。ファッションを前にすると人々の虚栄心はなおのこと抑えられなくなる。だから千織は店でいろいろな噂を聞くことができるんだ。彼女の店に行く人物は大抵が情報やリソースを握る地位を持ったものだからな。お前が言ったお互いに助け合うって意味が分かった気がするぞ。ああ。私がここに来たのも、しおりの安全を守るためだ。しおりに厄介事を吹っかけるのは、金持ちや権力者が多い。ただごく稀に、厄介事を吹っかけてきた相手を守らなければならない時もある。ところで今回、しおりの逆鱗に触れたのは誰だ？しおりがああも怒る姿は滅多に見ないが、何？ユーサーのやつが？お？どうしたんだ？やつはこれまでに何度もしおり屋に迷惑行為を働いてきた。その手段も卑劣なもので、周囲に悪影響を及ぼすものだったため、出立艇から警告がされたほどだ。終わったな。お？何が終わったんだ？ユーサーのことだ。お前たち、私の言う通りにしろ。そっちに立って、私と向かい合うようになってくれ。おお。でも、一体何のためにだよ。今回はおそらく、その、ごく稀なケースだ。何のつもりだ！近寄るな！愚かの意味を知ってるかしら。それは、何度も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 、くだらないことを繰り返すことを言うのよ。とっくに言ったはずよ。私の前でああいった低能な手段は使わないでって。もしまた私の友達の猫の毛に一本でも触れたら、次にお尻が着地するのは、地面とは限らないから。おい、千織。ふっ。警察隊員様、見てくれ。
これは立派な暴力だ。警察なら放っておかないだろ。もちろんそういったことは取り締まる。だがすまない、ちょうどこの旅人と話していてな、何が起きたのか見ていなかったのだ。だから今から中に入り、現場検証と証拠の収集をさせてもらう。お前に何の罪もないのなら別に構わないだろう。それはならいい。俺もそんなに器の小さい人間ではないからな。千織さん、今度はフォンテーヌの街中でこのような暴力行為はやめるように。ええ、ごめんなさい。小さい頃からの習慣で、街中でゴミを見ると思わず掃除したくなっちゃうの。お前二人とも、まだ何か言いたいことは？私はもう大丈夫。同じようなことが二度と起こらないことを心の底から願ってるわ。これで終わりだと思うなよ。さっきはびっくりしたぜ。まさかあいつが吹っ飛んでくるなんてな。一体どうなってんだよ。どうもありがとう。褒めてるわけじゃない。過剰になりすぎないようにと言っていたはずだが。私はならないよう努めるって言ったの。そして確かにそうしたわ。最初はちゃんと口頭で注意したのよ。でも反省した様子が全くない上に、耳障りな脅しまでしてきてね。外に投げ捨てなければならないほどのか。そうよ。信じてくれないかもしれないけど、それにちゃんとお灸を据えてなかったら、きっと次もあったでしょうね。警察隊に任せてくれてもよかったんだが。もちろんそうするつもりよ。でも証拠を集めるのにも時間がかかるでしょ。ユーサーが盗賊たちに依頼したことなんて、いくらでもしらを切れるし、私はこれ以上ファッションウィーク中に面倒事を起こしたくないのよ。それにキララには今後も配達をしてもらわなきゃいけないし、彼女の安全も確保しないと。ああ、そういえば、もう一つ手伝ってもらうことがあるかもしれないの。残念だが、今日の手伝い分はもう使い切った。そう？じゃあちょうどいいわ。私が使うのは明日の分だから。最近使いすぎじゃないか？それに見合う情報と交換してあげるから。前に君も言ってたでしょ、助け合いだって。ただいま。やっと帰ってきた。その、何もなかったよね。何もないわよ。この先フォンテーヌでキララの荷物に手を出す人はもういないってことだけ知っておけば大丈夫。ごめんなさい、しおりお姉さんに迷惑を。もう何言ってるのよ。キララは全く悪くないじゃない。悪いのは、あのバカな真似をしてきたあいつなんだから。あと金に目がくらんだ盗賊たちね。次に町を出るときは、フォンテーヌの特巡隊に護衛してもらいなさい。それで途中から、スピナディ・ローシダに引き継いで、後半の護衛を担当してもらうわよ。そうすれば、次に配達するとき、砲塔団の奴らでさえ大慌てで、キララの荷物を運ぶのを手伝ってくれるでしょうね。
千織お姉さんったら冗談がうまいんだから。ん？冗談を言ったわけじゃないわよ。知ってるでしょ、私に二言はないって。私が言ったってことはもうその準備ができてるってことなの。稲妻に帰るのは明日よね。え？千織お姉さん、まさか。特巡隊の隊長にはもうよろしく伝えておいたわ。明日、特巡隊が朝練のコースを変更してくれることになってるから。後でナビアにも声をかけておくから安心して。いやいや、そこまでしなくてもいいよ。配達員が銃を持った人やサングラスをかけた人たちに囲まれて歩いてたら、いくらなんでもおかしいでしょ。フォンテーヌに来る旅ってわけじゃないし、今回だけよ。私を安心させると思って、今回は受け入れてちょうだい。私の友達に手を出したら、どんな結果になるか、奴らに分からせるためにもね。君たちまでそう言うなら、分かったよ。悪い奴らを懲らしめて、記事も手に入った。これで、しおりも無事にファッションウィークに参加できるよな。うん、もう大きな問題はなさそうね。残りの数日で多めに何着か作ることにするわ。今回は参加するスポンサーも多いみたいだし。スポンサーってそんなに重要なのか？もちろんよ。デザイナーのために資金や設備、工房とかいろいろなものを手配してくれるんだから。ブランドを有名にしたければスポンサーの助けは欠かせないわ。今回のフォンテーヌファッションウィークが私にとって大事なのはそれが理由よ。しおりお姉さんのブランドはもう十分有名だと思うよ。服は綺麗で着心地もいいし、私も毎回お客さんについ自慢したくなっちゃうもん。でもしおりというブランド名を聞いたことない人はまだいるでしょ。それはそうだけど。でも私はいろんなところに行くことが多いから知る機会もあったわけで、他の国の人が聞いたことないのは無理ないよ。それはまだ十分有名じゃないってことよ。私の目標はチヨリというブランドをテイワット全土に広めることなんだから。テイワット全土に？すごいな。わあ、じゃあ私がどこの国に行ってもチオリアの服を直せるようになるってこと？これまでちょっと破けるたびにフォンテーヌに来てたけど、やっぱりそこそこ遠いから。どちらかというと君にはもっと気をつけてもらいたいんだけど。十分しっかりと縫ってあるのよ、それ。木の上でうたた寝してるとたまに油断して枝に引っ掛けちゃうんだよね。そういうことならオイラたちも手伝うぞ。ファッションウィーク中何か手伝えることはないか？うん、もちろんあるにはあるけど。なんだ。よかったら明日私の店に来てモデルをやってくれない？いや、もっと端的に言うと私の服のマネキンになってほしいの。おお、つまりオイラに服を試着させるってことだな。そういうこと。君たちに着てもらったままついでに縫い具合やシルエットを調整させて。難しくなさそうだな。ステージに立つモデルはもう予約してあるから、君たちの手を煩わせることはないわ。でも気に入ってくれたなら、チオリアにぜひ来てちょうだい。君たちには特別に割引してあげるから。ひひ、ちょうどオイラも気になってたんだ。デザイナーって普段どうやって服を作ってるんだろうなーって。じゃあ、そういうことで。旅人は清掃。パイモンは子供服のモデルね。また明日の朝に。任せとけ！って、おい！だからオイラは子供じゃないぞ！今頃はファッションウィークざます。実の夫が一番目を引いたお洋服をプレゼントしてくれた。服といえば、今どこか直してほしいところはある？せっかく
千織お姉さんから聞いてくれたし、実を言うと腰の部分が太ったの？悪いやつに傷つけられたの！近頃はファッションウィークざます。実は夫が一番目を引いたお洋服をプレゼントしてくれると約束してくれましたの。まあ、さすがはお宅の大商人、気前がいいこと。でも偶然ですわね。うちの主人も同じことを言っていましたわ。あら、私たち同じ服を気に入ってしまったらどうしましょう。この問題は殿方に悩ませておけばいいですわ。そうでしょ。ウィークザマス、実は夫が一番目を引いたお洋服をプレゼントしてくれると約束してくれましたの。今朝の新聞ご覧になりました？ええ、読みましたわ。なんて恐ろしい話なんでしょう。あれは事実ざますの？審判官のご主人に聞いてみてはいかが？主人はそんなことを気にも留めていませんわ。ただ、しばらくはあの店でお洋服を買うのをやめなさいと言われましたけど。とりあえず様子見ということかしら。私も主人に同じことを言われましたの。嫌ですわね。あそこでお洋服を買ったばかりに後ろ指を刺されるのはごめんですわ。適切なプレゼントを選ぶのって難しい。チオリ、来たぞ。あら、早いわね。まだ営業前なのに。あれ、キララはもう帰ったのか？うん、朝早くに特巡隊の護衛付きで帰ったわよ。問題なさそうだったか？大丈夫よ。護衛隊の気合もすごかったんだから。特巡隊は重要人物でも護衛するんじゃないかって勢いでキララを囲って一歩一歩進んでいったわ。後半で交代するスピナディロースラの方もナビアがたくさんの人を呼んでくれたし、みんな遠いところから集まってキララのために道中の安全を確保してくれたの。つまずかないように石ころも取っ払ってくれたみたいよ。ナビアなんか別れ際にその場でマカロンをたくさん作ってあげたって聞いたわ。フォンテーヌのお土産としてね。どうやらナビアは護送を楽しんでたみたいだな。そうかもね。今回は時間がなくて豪華なものを用意できなかったけど、また機会があったら次も護送したいって言ってたわ。しおりとナビアって似てるところがあるよな。何事にも真正面から向き合って思い立ったらすぐ行動するとことか。多分それも私たちが仲のいい理由かもしれないわね。あのお嬢様は生まれつき気骨があってどんな逆境にも屈しないの。私はその心意気が好きなのよ。これは私のブランド理念でもあるわ。だからナビアがチオリアで服をオーダーメイドしたいって言ってくれた時、嬉しくてたまらなかったの。おお、ブランドの顔としてぴったしなやつが見つかったってことだな。そういうこと。お客さんは服だけじゃなくてどんな人がそれを着てるかっていうところにも注目してるの。自分もそういう人になりたいって気持ちと似てるかな。服は見た目さえ良ければいいもんだと思ってたぜ。でもその服をテイワット全土に広めるとなるとそう簡単にはいかなくって。あ、つい話し込んじゃってたわね。そうだ、オイラたちモデルをしに来たんだったよな。じゃあ私は生地とサンプル品を持ってくるから、君たちは店内の準備を手伝ってくれる？準備って言っても何をすればいいんだ？既製品の服を
種類とデザインによって見栄えよく並べるだけよ。そうすればお客さんが毎日違うものを目にできるでしょ。店を開くのにもいろいろと工夫が必要なんだな。じゃあここは君たちに任せたから。とにかく似たようなデザインの服を一緒に並べればいいんだよな。うん、悪くないわね。君たちデザインの才能があるんじゃない？よし、そろそろ服を作り始めるわよ。そこに立って動かないでね。まずは採寸するから。君たち、まさか同業者に派遣されてきたわけじゃないわよね。この置き方。まあいいわ。見た目はまとまりがないけど、これも気分転換ってことで。こういうスタイルが今後流行るかもしれないしね。よし、そろそろ服を作り始めるわよ。そこに立って動かないでね。まずは採寸するから。しおりさん、お邪魔します。ん？リーアンヌじゃない。最近家の方はどう？悪くありません。君のドレスは来週完成するわ。パーティーに間に合わないってことはないから安心してちょうだい。それとも何か新しい要望でも？いえ、違うんです。実は今日そのドレスのオーダーをキャンセルしに来たんです。あ、キャンセル？あの、もちろん売金はそのまま受け取っていただいて大丈夫です。使った材料費も戻らないことは知っていますので。私が気にしてるのはそこじゃないわ。何かあったの？予定に変更があったとか？それは、その、まあ君を困らせるつもりはないから深くは聞かないわ。オーダーキャンセルね。わかったわ。はい、本当にごめんなさい。もう気にしないで。もし何か私に手伝えることがあったら遠慮せずに言って。今の人様子がおかしかったな。キャンセルの理由も言わなかったし。まあ気にしないで。こういうことってたまにあるから。家庭の事情で急に残金を払えなくなったとか、パートナーとの関係が悪化してパーティーに誘ってもらえなかったとか、だいたいこういった理由でね。彼女の様子からして悩みを話したくなさそうだったでしょ。だからそれ以上は聞かなかったの。かわいそうだけど、ファッションウィークの服作りに集中できるって考えるしかないな。そうね。さあ続きを。しおりさんはいるか？ん？何の用？その、この服を返品したいんだが。え？どうして？いや、どうしてって言われてもな。合わなければいつでも返品していいって言ってたじゃないか。どこが合わないの？袖が短い？それとも色が濃かった？だったら私が直すけど。はあ、そういうのはいいから。とにかく返品してくれ。返品がダメとは言ってないけど、少なくとも理由が知りたいの。しおりさんはいるか？この服を返品してもらいたいんだが。またかよ！ちょっと何よ、テイワットが爆発でもするの？それともまたフォンテーヌが水に沈むとか？服を着なければ
災難から逃れられるって予言があるんじゃないわよね。同じ日にこう何人も返品を頼んでくるなんておかしい。一体どういうことなの？お前らの売ってる服はどうなってるんだ。犯罪者と手を組んだ違法業者じゃないか。お客さん、落ち着いてください。一体何のことだよ。お前ら知らないのか、しおり屋が犯罪者たちとただならぬ関係にあるって新聞に載ってたぞ。そんなデマを載せてるのはどこの新聞社よ。それより説明してもらおうか。この記事どこの違法業者から仕入れたものなんだ。私は前にも言ってるわ、材料に何も問題はないわよ。そんな噂を信じるくらいなら、服を着なければ災難から逃れられるっていう予言を信じた方がマシだと思うけど。なんだと？エローフェ。はい、千織さん。外でお客さんたちの返品対応をしてきてくれる？理由は聞かなくていいから、売った値段でそのまま返金を受け付けてちょうだい。わかりました。対応が終わったら店の前に案内を出して。今日はお店を閉めるわよ。はい。しおり、明らかに根も葉もない嘘よ。気にしなくていいわ。何日か経てばこんなデマは自然となくなるから。フォンテーヌファッションウィークに集中できないよう私の体力を削るのが相手の目的だと思う。今の最善策はこういうくだらないことを気にせず服作りに専念することよ。確かにその通りかもしれないけど、おいらやっぱり心配だぞ。疑惑を晴らす一番の方法は実力を見せつけることよ。あの人たちがファッションウィークで私の新作を見ればおのずと疑わなくなるはずだわ。しおりさん大変です。もう落ち着いて服を作らせてくれないわけ？今度はどうしたの？しおり屋にアクセサリーを卸してる業者の方が来まして、ファッションウィーク期間中はアクセサリーの提供を一時停止するとのことです。どういうこと？アクセサリーを全部？前に予約した分も？はい、これを伝えに来た人はそう言っていました。じゃあそこに依頼したモデルは？おそらくそれも。業者までデマに流されてるのか？それを伝えに来た人はまだいる？いえ、もう帰りました。アクセサリーって服につけるブローチとか蝶ネクタイだよな。それだけじゃないわ。装飾用の宝石や金糸、リボン、どれも服に魂を吹き込むものよ。どうすんだよ。それがなかったらファッションウィークの服も作れないんじゃないか。ヘローフェ、君は店にいて、直接業者と話してくるから。そうだな、オイラが保証人になってその業者にお前の服は絶対に問題ないって説明してやるぞ。うん、お願い。しおりさんが今回のファッションウィークのためにいろいろ頑張っていることは知っています。話し合いがうまくいくといいのですが。今朝の新聞ご覧になりました？読みましたわ。なんて恐ろしい話なんでしょう。あれは事実ざますの？審判官のご主人に聞いてみてはいかが？主人はそんなことを気にも留めていませんわ。ただしばらくはあの店でお洋服を買うのをやめなさいと言われましたけど。とりあえず様子見ということかしら。私も主人に同じことを言われましたの。嫌ですわね。あそこでお洋服を買ったばかりに
後ろ指を刺されるのはごめんですわ。今朝の新聞ご覧になります。一応聞くけど、本当に話し合うだけなんだよな。もちろんよ。取引相手に手を出したりしないわ。相手が話の通じる人であればなおさらね。誰だ？ベンゲル、チオリよ。うん。付き合いも長いんだし、せめてドアを開けてちゃんと話をさせてちょうだい。はは、相変わらず直球だな。ビジネスマナーにも少しは気を配ってくれ。伝言係はそのためにいるんだからな。そんなマナー、私には何の利点もないわ。伝言なんか使わず、直接私に言えばいいのに、なんで避けるわけ？はぁ、今日の新聞は見たか？どうせくだらない憶測や誹謗中傷でしょ？一文字たりとも見たくないわ。君もあんまり見ない方がいいわよ。そうだな。私も普段はスチームバード新聞しか取っていないし、他のは全く読まない。じゃあ例のデマは、スチームバード新聞に載ってたってこと？いや、ファッション記事がメインの二流のタブロイド紙に載っていたものさ。なら気にする必要ないじゃない。そんなデマ、しばらくしたらみんなすぐ飽きるわ。ファッションウィーク中、アクセサリーの提供をやめるなんてやりすぎだと思うけど。はぁ、あ、それが今回はそうとも言い切れなくてな。どこぞの人物が新聞社を複数買収して、あの記事を同時に掲載させたんだ。そして、それをわざわざ各家庭に一部ずつ配った。私もそれで知ったんだよ。各家庭に一部ずつ？つまりずっと前から計画されてたものってことか？どうやら今回君の相手は大枚をはたいて潰しに来てるようだ。新聞には君の写真まで載っていた。写真って？昨日君が街で人を懲らしめていたところを撮った写真だ。昨日ってまさか。またユーサーのやつね。ほら、ここに一枚あるから読んでみるといい。巨大な黒幕のような存在であるチオリアは、裏社会と深いつながりを持っている。犯罪者たちは、チオリというブランドにある可能性を見出した。法で禁じられている競争手段も、衣料品の陰に隠せば成し遂げられるというものだ。事情はよく知らんし、憶測で口を挟むつもりもないが、あの写真の写り方じゃ確かに君に非があると思われるだろう。そうだぞ、悪いのはあいつの方なのに。ありがとうパイモン。でも今さら何を言っても仕方がないわ。そうだな、世論に法律なんて通用しない。君の相手はよほど工夫を凝らしたと見える。うちの親父がメロピで要塞送りになったことまで調べ上げたんだからな。そんな昔のことまで？過去の罪は服に染みついた泥みたいなもんだ。ファッション業界の人たちが見たら、その泥はいつまで経っても落ちやしない。噂では君の店を訪れるのは犯罪者ばかりで、そこで服を買う人はブランドが掲げる理念と同じように
意見の食い違うものを掃除するのが好きだとされてる。あまりにもバカバカしすぎて、どこから笑ったらいいのかもわからないわ。これは笑い事じゃないぞ。君の店に犯罪者が来たことあるかどうかなんて、人々は知る由もない。あるいは君の店で買い物してから、犯罪に走った者だっているかもしれない。とにかく、この記事は真実とデマがごちゃ混ぜになっていて、読者を惑わす。それに実名で証言してる人までいるんだ。数日で落ち着く気配はないな。ベンゲル、本当に考え直してくれないの？フォンテーヌファッションウィークの会場で、正々堂々とそいつらを倒せるのに。私がもう少し若けりゃ、力を貸してやったさ。でも、この年じゃ揉め事に身を投じる気力もない。それにこの商売には家族も関わってる。それも含めて考えねばな。何もこの先ずっと千織屋との協力関係を断とうってわけじゃない。ファッションウィークの間だけだ。店番をする娘が写真機やフラッシュに囲まれることは避けたいからな。わかったわ。君の仕事仲間として一言だけアドバイスさせてもらうよ、千織。今回のファッションウィークは諦めて、また来年参加するといい。少し我慢すれば波風は収まる。我慢するならお好きにどうぞ。私は自分の思う通りにやるから。こんな境遇に陥ったのも、君のその性格のせいかもしれないぞ。そう考えたことはないのか？だったらこの性格のおかげで千織屋が成功したって考えたことは？確かにそうだな。なら、幸運を祈るしかない。モデルの方は、私と同じで面倒ごとに巻き込まれたくないらしい。わかった。じゃあ、気をつけてね。なあ、これからどうするんだ？アクセサリーがないと、用意したデザイン案が使えないわ。ああ、もう、ムカムカしてきた！あの記事、デタラメにも程があるぞ！犯罪者たちと千織屋に何の関係があるって言うんだよ！こじつけもいいところじゃないか！世論は正否を問わず、声のでかい方に傾くものだからね。ふん。とんだ失態だわ。ユーサーは私のことをよく知ってるし、昨日の一件も彼の計算のうちだったってわけね。とりあえず、一旦戻るか。旅人、パイモン！あれ、シャルロットじゃんか。どうしたんだ？君たちに会いに来たのよ。今朝のファッション記事を扱ってる新聞は見た？あのデマだらけの記事のことだろ。はぁ、オイラたちもさっきそれを読んでむしゃくしゃしてたところだぞ。でしょ？あのデマには私も頭に来てるの。あの記事を書いた人はスチームバード新聞がこんな根も葉もない記事を載せるはずないって知ってたんだわ。それで他の新聞社を片っ端から買収したみたい。千織さんにこのまま汚名を着せるわけにはいかないわ。だから取材して執筆者に反論する記事を書こうと思ってるの。あんな風にデタラメを並べ立てる人が何より嫌いだからね。いいのか？助かるぜ。シャルロットが手を貸してくれたら世論を巻き返せるかもな。当然よ。千織さんとのこれまでの付き合いで絶対にあんな記事を書かれるような人じゃないって知ってるから。私の写真機、ベリテ君の帽子と蝶ネクタイも千織さんが作ってくれたのよ。あ、そういえば千織さんは君たちと一緒じゃなかったの？エローフェさんからは一緒に出ていたって聞いたけど。あれ、さっきまでいたんだけど、あっちの方に行ったのかもな。追いかけようぜ。you
俺が見たところ、チオリアは今回の件でもうダメだろうな。客に黙ってあんなことをやってたんだ。ま、当然の報いさ。ここのお茶、飲めばよ。私、チオリアで服を買ったことがあるのよね。え、本当に？実際どうなの？確かに店主は怖そうな人だったわね。犯罪者と裏でつながってたなんて、背筋がゾワゾワするわ。見失っちゃったぞ。町の人が話してた内容を聞いたか？なんでみんなあんなデマを信じてるんだよ。ちおりさんは普段あんまりメディアに顔を出したり取材を受けたりしないの。だからみんなが彼女のことを知る機会も少ないのよね。それにちおりさんのやり方はたまにちょっぴり極端だったりするから、事情を知らない人によく誤解されがちなの。ユーサーのやつ、とんだ悪人だな。今すぐぶん殴ってやりたいぞ。だ、まさか千織のやつ、あいつをぶん殴りに行ったんじゃないよな。もしそうなら千織さんはますます不利な状況になるわ。千織さんもそのことは分かってると思うけど。確かにそうだな。とりあえず、チオリアに戻ってみようぜ。エロフェ、戻ったぞ。あれ、そいつって。こちらはラティシアさん、チオリさんに会いに来たそうです。あ、確か昨日、ウェディングドレスを受け取りに来てたよな。まさか、お前も返品しに来たのか？そんなとんでもない。千織さんにはお礼を言いに来たの。それと、もし力になれることがあったらと思って。君もあの記事を読んだのね。ええ、あなたたちは事情を知らないと思うけど、実は私、あのウェディングドレスを着られなくなりそうだったのよ。何かあったのか？ええ、私の婚約者は商人で、商売もまあまあうまくいっていてね。プロポーズされた後、彼がチオリアでウェディングドレスをオーダーメイドしてくれたの。多分、私がいつも何の気もなしに、チオリアの服のこととか、いつかチオリさんがデザインしたウェディングドレスを着てみたいって口にしてたからでしょうね。でも、何か問題が起きたのね。その後、彼の商売にトラブルがあって、資金難に陥ってしまったの。どうにかモラを工面して、やっと借金は返せたけど、ドレスの残金は払えそうになくって。お？でも、前金で作れたって、昨日千織が言ってたよな。ええ。実は注文をキャンセルしに行った時、千織さんに理由を聞かれて、事情を伝えたの。そしたら、千織さんがこう言ってくれたのよ。ドレス代は前金で足りるから必ず仕上げる。結婚式では絶対に千織屋のドレスを着られるから心配しないでってね。ってことは無事に受け取れたのね。私もよく知ってるけど、千織さんは口にしたことを必ず守る人だし。ええ、それで昨日家に帰った後、どうしても我慢できなくてドレスを着てみたの。ただ、そこに急に彼が入ってきてね。そのドレスを見た彼は、驚きのあまり言葉を失っていたわ。あらら、それもそうよね。結婚式当日のサプライズだったはずなのに。ううん、問題はそこじゃないのよ。彼は長年商売をしてきたから、目が利く方でね。そのドレスを見た瞬間、実際に払った金額をはるかに上回る品だって気づいたの。お、つまり。そう、生地や装飾、デザイン、ジュエリーに至るまで、千織さんは最高級のものを使ってくれたみたい。
はあ、ラティシアさん、もし差し支えなければ今の話を君の名前と一緒に記事にしてもいいかしら。ええ、もし千織さんのお役に立てるならもちろん構わないけど。きっと役に立つはずよ。捏造されたデマなんかよりもずっと説得力があるもの。ところで千織はまだ帰ってきてないのか。え、てっきりあなたたちと一緒にいると思っていましたが。あれ、じゃあどこに行ったんだ。エロフェ、千織が普段よく行く場所とか知らないか。そうですね。あ、そういえば千織さんは気分が晴れないときよく海辺の崖のところに行っていますね。なら二手に分かれて行動しましょう。私はラティシアさんの取材を続けるから、旅人とパイモンは千織さんを探してきてくれる。おう、じゃあ早速そこに行こうぜ。では取材を始めますね。あなたから見た千織さんはどんな人でしょうか。そうね、時々口調がきつくなるけど、実際はお客さんのことをとても気にかけてくれているの。千織さんは簡単にへこたれたりしません。あの人はただ静かに考えられる場所が欲しいだけなんだと思います。ハヤテ、君たちがここを知ってるの？あ、エローフェがバラしたのね。チオリ、あんま落ち込むなよ。オイラたちも一緒に解決策を考えるからさ。さっきラティシアがお前の作ってくれたドレスのお礼を店に言いに来てたぜ。落ち込んでなんかないわよ。新鮮な空気を吸いたかっただけ。ついでに気分転換にもなるしね。君たちも座れば。いい景色よ。もし落っこちたら私が飛び降りて受け止めてあげるから安心して。じゃあ遠慮なく座るぜ。どう？確かにいい眺めだな。でしょ？静かで広々としていて、煩わしい記事も騒ぐ声も届かない。代わりにあるのはこんなにも素晴らしい景色。うんうん、わかるぞ。時には悩み事から一歩引いて息抜きするのも大事だもんな。はぁ、私の家はね、親が二人とも厳しくなかったの。そんな家庭で小さい頃から育ったから、この性格も私たちが甘やかした結果だって両親がよく冗談で言ってたわ。他の子たちと一緒に木を登ったり、洞窟の中を探検したり、それから神里屋敷の塀をよじ登って庭に忍び込んだのがバレて、つまみ出されたこともあったわ。へえ、ちょっと想像できないな。そんなやんちゃな私でも、裁縫となると無心で打ち込めてね。好奇心旺盛な子供が、色とりどりの華やかな布地の中に別世界を見つけたような感覚、わかるかな？おう、なんとなくわかる気がするぞ。そんな私を、両親は稲妻の有名な裁縫師に弟子入りさせてくれたけど、師匠たちはみんな、痺れを切らして弟子生活は打ち切り、その繰り返しだった。え？お前、そんなやんちゃな子だったのかよ。そういう問題じゃなくて、奇想天外な考えを裁縫に取り入れようとした私の試みが、
当時の伝統的な考えと相入れなかったみたい。それに鼻を高くしたお偉いさんたちにかしこまった態度を取りながら服を作ることにも抵抗があった。そんなこんなで弟子入りどころか店の使い走りとして雇ってくれる裁縫店すら見つからなくなったの。だから稲妻を離れたのか。離れる前に怒りをこらえながら師匠たちに豪語してきたわ。いつか必ず私が作り上げたブランド名をテイワット全土に轟かせるってね。かっこいい夢だな。それからフォンテーヌ邸に来てファッションや芸術の中心地って言われる街で暮らすようになった。最初の頃は本当に楽しかったわ。狭い部屋にしか住めなかったけど、自分の思い通りに服をデザインすることができた。当時の私にとってファッションってすごくシンプルなものだったの。綺麗なものは必ず人々に好かれる。ただそれだけ。呆れるほど単純でしょ？もう単純じゃなくなったけど、呆れるのは変わらないわね。ラティシアのこと？チオリアのウェディングドレスを着るのはずっと私の夢だった。初めて言われたわ。自分の夢を追い求めてるつもりだったけど、いつの間にか人の夢を叶えてあげることになるなんてね。思いもしなかった。よし、気晴らし完了。そろそろどうするか考えないとね。おお、すっかり立ち直ったみたいだな。最初から落ち込んでなんかないって言ったでしょ。まずは、ユウさんのやつが誹謗中傷した証拠と、人を雇って犯罪を行った証拠を探さないとな。シャルロットが今、反撃材料となる記事を書いてくれてるから、スチームバード新聞にまとめて載せようぜ。世論で戦うのはあまり好きじゃないけど、まあシャルロットが手を貸してくれるなら、私も止めないわ。ユーサーの工房の住所を知ってるから、そこに行けば何かしら証拠が見つかるはずよ。うん、後で一緒に行ってみようぜ。今回のフォンテーヌファッションウィークは残念だけど、あまり気を落とすなよ。また機会はあるからな。え？何言ってるの？もちろん証拠も探すし、ファッションウィークにも参加するわよ。え？でも、用意したデザイン案が使えないって言ってなかったか？それについては、確かに今のところ解決策が思いつかないけど。ま、君たちには正直に言うわ。フォンテーヌの海を見るたびに、稲妻を思い出すの。と同時に、師匠たちに豪語したことを思い出すのよね。だから、ここで負けるなんてまっぴらごめんよ。おぉ。海。お？チオリ、何か言ったか？海。貝殻。サンゴ。あった！お？何がだよ？行こう！海に飛び込むのよ！え？チオリ！待てって！海の中で一番綺麗なものは何だと思う？ルエトワールとか真珠とかサンゴ、それから、あ、わかったぞ。それで服のアクセサリーを作るつもりなんだろう。わかったならいっぱい取ってちょうだいね。うん、任せてくれ。you
十分だろ。綺麗なやつを全部取ったからな。チオリ、これぐらいで足りるか？うん、どれも良さそうね。私も結構取ったし、これで足りると思うわ。よし、じゃ早速戻って服を作らないとだな。そうね。でも戻ったら先にやることがあるわ。アクセサリーの材料は揃ったから、次は手元にあるものをもとに新しいデザインをいくつか書き直すわよ。新しいデザインを？本当に間に合うのか？徹夜すれば間に合うはず。寝ないのはダメだぞ。あれ、同じようなことをどっかで言ったことあるような。誰のこと？残業好きな友達がいるんだ。とにかくちゃんと休まないとだぞ。ただの冗談よ。でもどうにかして間に合わせないとね。はあ、フォンテーヌファッションウィークに初めて参加した時のことを思い出すわ。何かオイラたちにできることはあるか？そうね。はあ、あったわ。店にある服を全部ちぎってもらえる？任せろ！って、今なんて？言った通りよ。店にある服を全部バラすの。初めてファッションウィークに参加した時、手元の生地はわずかで、買い足すモラもなかった。だから、稲妻から持ってきた服を全部ちぎったの。それで大きな布を縫い合わせて服を作り、小さな布でアクセサリーを作ったのよ。店にある服なら、そのまま使えるアクセサリーも結構あるはずよ。でも、お前が苦労して作ったものを。わかってる。でも、たとえ全てを投げ打ってでも、あいつらに立ち向かうわ。絶対に負けを認めたりしない。わかった。じゃあ、本当にちぎるぞ。何ためらってるのよ。君たちに弁償させたりしないから。もし普段こんなことをする奴がいたら、下水道に投げ捨ててやるけどね。ストレス発散のつもりで、思いっきりやっちゃって。ちぎってくれたわね。これで十分よ。チオリ、大丈夫？遅くなってごめん。どうしたのこれ？なんでお店がこんなことに？誰の仕業？くっ、悪党め。新聞にデマを並べた上にお店まで荒らしたってわけ？相手の名前を教えて。着るものがなくなる感覚をスピナディロースらがみっちり教えてあげるから。落ち着けって。うん。え？一体何の茶番劇よ。生地とアクセサリーを再利用するために旅人たちに服をちぎってもらったの。え？そうだったんだ。ちょっと興奮してたみたい。さっきのは聞かなかったことにして。ナビアも怒ったらすごく怖いんだな。身近な人が濡れ衣を着せられることに、私ほど反感を覚える人なんていないでしょ。ましてや、人にはめられたならなおさらよ。二人って仲がいいんだな。もちろん。チオリアの服は本当に素敵だし、スピナディロースらの礼服もほとんどチオリに作ってもらってるの。制服も頼んでくれたらいいのに。けど、チオリってそういう決まった様式の服を作るのは好きじゃないでしょ。だから、面倒をかけないよう、あえて頼んでないのよ。チオリの情報のおかげで助かったことが何度もあるの。スピナディロースらにとって、ここは服屋というより、
情報屋みたいな存在ね。普通の服屋にしたいとは思ってるんだけどね。ちより、スピナディロースらに手伝ってほしいことがあったら何でも言ってちょうだい。できれば手先が器用な人を何人か送ってもらえたら助かるわ。残り2日間ラストスパートをかけなくちゃいけないから、簡単な針仕事を手伝ってもらいたいの。ええ、もう手配済みだから安心して。しおりがファッションウィークを諦めるわけないって知ってたしね。いつから始めればいい？私も手伝うから。うんうん、ナビアには他に頼みたいことがあるの。仰せのままに。それから旅人にパイモン、ミネとリネットに伝言を頼んでもいい？彼らの手も借りたいの。取材は終わったわよ。しおりさんは帰ってきたかしら。って、何があったの？誰の仕業？名前教えて。明日の新聞に大々的に載せるから。またなの？この服はどうしたらいい？手伝うから何でも言って。じゃあまず生地の素材ごとに分類して、それから色別に分けてくれる？あとアクセサリーは取り外して別途置いといてちょうだい。難しくなさそうね。私も手伝うわ。もうちょっとで出るところだった。新聞の件を聞いて、しおりさんのところに行こうとしてたんだ。しおりさんは以前、僕たちのステージ衣装を作ってくれたことがあるし、ショーに協賛してくれたこともある。だから彼女が困ってるなら、僕たちも力になりたくってね。タイミングバッチリだな。オイラたちはしおりに頼まれてきたんだ。なるほど、そうだったんだね。僕たちにできることがあれば遠慮なく言ってほしい。おう、実はそれだけでいいのかい？お兄ちゃんと私にはお安いご用。ひっ、ならオイラたちも安心だぜ。あとはユーサーが悪事を働いた証拠を見つければいいんだよな。この2日間はそっとしといて、服が出来上がってから来てほしいってチオリに言われたけど。ファッションショーは2日後だよね。本当に間に合うのかな。チオリが言うには、まずはファッションショーで勝負してからデマに反撃するって作戦らしいぞ。確か二段構えってことかい？正々堂々勝負した後、さらに相手の急所をつく感じ。まあ、だいたいそんな感じだ。わかった。しおりさんがそう決めたのなら信じるよ。僕たちも戻って準備を進めておくから、当日会場で会おう。うん、頼んだぞ。オイラたちはしおりに言われた通り、2日後にユーサーの工房で落ち合って、犯罪の証拠を探そうぜ。服がうまく仕上がるといいな。もう少し工程が残ってるけど、エローフェに任せてあるわ。夜のファッションショーには間に合うはずよ。
時間ギリギリだな。ハラハラするぞ。あ、でもお前はファッションショーに行かなくて大丈夫なのか？安心して、ユーサーの件もファッションショーも負ける気はないから。それに今夜はファッションショーの関係でユーサーの工房も稼働してないから、証拠を探す唯一のチャンスなの。あいつが先に悪さをしたのは事実だけど、こうやって無断で入るのも犯罪なんじゃないのか？奴の工房は普段から見学を受け付けてるのよ。今日は稼働してないとは言ってるけど、見学不可だなんて言ってないでしょ。私たちはただの好奇心旺盛なお客さんってだけ。何か問題でも？まあ、お前がそう言うなら。さ、あれがユーサーの工房よ。時間がないから急ぎましょ。え？なんであんなところに建てたんだ？販売戦略の違いね。チオリアは高級品のオーダーメイド。奴は薄利多売。あそこに建てたのも多分賃料が安いからでしょう。なるほどな。でも薄暗くて不気味だし、オイラだったら絶対にあんなところで服を買わないぞ。全くその通りね。ここから気を引き締めていくわよ。えい、計画は立てたの？よし、無事に入れたな。本当に誰もいないぞ。いらっしゃいませ、お客様。うわぁ、びっくりした。なんだこれ。ユーサーの工房に見学に来た客を案内するロボットガイドよ。音声は自動再生なの。どうぞこちらへ。まずは当店の商品デザインの変遷についてご紹介いたします。それから当店のベストセラー商品もご覧いただきたいと思います。ユーサーのやつ結構頑張ってるみたいだな。商売に専念すればいいもの、なんて悪巧みなんかするんだよ。こちらはデザイン室となります。どうぞご自由にご覧くださいませ。作業部屋みたいだな。ここを探してみようぜ。
ちらは試着室となります。お客様はご自由に使用可能です。ん？試着室の中に何かあるみたいだぞ。うわ、ドアが閉まったぞ。しっかり捕まってパイモン。うわ、なんでいきなり動くんだよ。あ、止まったみたい。オイラたち、一体どこに運ばれたんだ。工房のさらに深部に運ばれたみたいね。天道万象、光り輝くがいい。僕を称えよ。うちの材料に問題があるって言えたものね。汚い手口で経営してるのはあいつの方じゃんかよ。彼の作った服は手触りがおかしいなって思ってたけど、コストを抑えるために工房でこっそり小細工をしてたってわけね。こんな風に作られた服を着て本当に大丈夫なのか。色あせや服が縮む問題はさておき、不正規の材料を使った服を着続けると肌のトラブルを引き起こしかねないわ。ひどすぎるぞ。早くこの証拠を取ってこうぜ。これであいつも法廷で言い逃れできないだろう。引き続き先へ進もうぜ。あれ、道がないぞ。ついてきて、上へ向かいましょう。と風よ、早く。見た感じ倉庫っぽいな。うえ、ここもひどい匂いがするぞ。あ、来た道が塞がれたぞ。どういうことだ。私たちが来ることを予測してたみたいね。そういえば千織、ユウさんはお前のことをよく知ってるって前に話してたよな。うん、実はユウさんは創業当時の経営パートナーなの。え？全然そういう風には見えなかったぞ。あんなに仲が悪いのに。フォンテーヌに来たばかりの頃、私も彼もデザイナーとしてファッションの舞台に憧れてた。その共通の目標に向かって一時期協力してたことがあるの。伝統にとらわれず他人とは一線を画したデザインで人々の目を奪うような服を作りたい。
それが私たちの夢だった。けど、周りからの不評を耳にし、投資家たちに首を横に振られるたび、ユーサーは自信を失っていった。そしてファッションウィークの前夜、彼は理想の服を作ることは無理だと結論付け、私と決裂したの。私は一か八かの覚悟で、全てをかけて臨んだわ。最後の日に、やっと納得のいく服を仕上げて、不安を抱えながら、ファッションショーに赴いた。その結果、しおりは一躍有名になって、一方、夢を諦めたユーサーは、不正な手段で服を売り始めた。ってわけか？具体的な事情は私も知らないけど、チオリアを開店して以来、彼が毎年のようにちょっかいをかけてきたのは事実よ。くーん、お前の成功に焼き餅を焼いてるだけじゃんかよ。かわいそうだなんて、これっぽっちも思えないぞ。とりあえずは、ここから出る方法を考えましょう。ファッションショーに間に合わなくなったら、奴の思うツボだわ。あそこに操作台がいくつかあるぞ。何か押せるボタンがないか見てみようぜ。何も反応がないな。次のやつを試そうぜ。これも反応がないぞ。警告、不法な侵入を検知しました。駆逐モードをオンにします。泣きわめく天理チョーク。警告、不法な侵入を検知しました。駆逐モードをオンにします。世界を熱狂の海。警告、不法な侵入を検知しました。駆逐モードを。ほら、あそこを見て。出口に通じてるかもしれない。あの装置を使って上へ行きましょう。警告、不法な侵入を検知しました。駆逐モードをオンにします。天へと前。警告、不法な侵入を検知しました。駆逐モードをオンにします。駆逐モードをオンにします。やっと出られたぜ。お？あの機械、動きが変じゃないか。警告、不法な侵入を検知しました。工房を閉鎖します。霹靂先人、属性を見下ろさん。Thank you.
ほう、これは予想外だな。下の方位から抜け出すとは。ユアさん、もう逃げ道はないぞ。お前の攻防で犯罪の証拠を手に入れたからな。その証拠を握ってるお前らがここから出られるって根拠はあるのか。また警備ロボ、本当に懲りないのね。そんなことにつぎ込む村があるなら、もっとまともなことに使ったらどう？俺にとっちゃこれがまともなことだ。千織屋を潰すこと、それとも君の薄汚い服を作ること。ファッションがただの滑稽な茶番劇に過ぎないと証明してやることだ。無知な奴らが集まって騒ぎ立ててるだけでしかないとな。君はファッションの時流にとらわれすぎよ、ユーサー。むやみに合わせるのではなく、自分が作りたいものを作ってその時流を変えてみせるべきだわ。この後に及んで説教はやめろ。いずれお前もファッションの時流に屈する時が来るぞ。結局のところ、ファッションとは世論の一種に過ぎないんだからな。ううん、ファッションとはある理念に対する人々の憧れを指すの。そして千織屋の理念は絶対に屈しないということ。ファッション業界の長寿こと千織屋がどん底に陥った時、その理念がどれだけ馬鹿げたものか皆も気づくだろう。君のそのくだらない思い込みを証明するために私のブランドに手を出したの。昔の君はこんなんじゃなかった。人々の心を動かす作品を作りたいと意気込んでたユーサーは一体どこに行ったの。現実離れした夢を追うことがどれだけ馬鹿げたことか気づいただけだ。自分の夢を諦めた挙句、今やそれを蔑むなんて、全てを見透かしたかのように君は思い込んでるけど、自分が諦めた道が間違ったものだと証明したいだけでしょ。そうやってただ自分自身をごまかしてるだけ。正直今の君は本当に情けないと思う。情けないのはテイワット全土に自分のブランドを広めるなんて白昼も見てるお前の方だ。フォンテーヌにすらいられなくなるんじゃないか。君の言う通り、夢を追う人はみんなバカかもね。でもそんなバカになる勇気すらない弱虫どもの方がよっぽど情けないわ。なんだと。そうだぞ、ここはオイラたちに任せろ。ううん、君たちこそ先に行ってちょうだい。え、でもあいつ手を持ってるぞ。大丈夫、先に会場に行って計画通り進めてってみんなに伝えて。ここは私が直々にあいつを懲らしめてやらないと。ジオリ、絶対間に合わせろよ。行かせるものか。君と協力関係にあった過去に免じて今までは多めに見てあげてたけど、ユーサ君の工房を見学させてもらって考えが変わったわ。この後に及んでなお口が減らないとは。過去に何を経験してどんな理由があったとしても、私の友人の言葉を借りればかわいそうだなんてこれっぽっちも思えないわ。チヨリというブランドに込められた意味をしかと教えてあげる。チヨリは一人の人間や一つのブランドってだけじゃなく、一つの理念なの。ファッションウィークへようこそ。チオリアがお届けする声援をご覧ください。
華やかで目を奪う一線を隠した美しさ。そして何より大事なのは絶対に屈しない信念。それこそがチオリブランド。それでは雷鳴の最近誌チオリの登場です。チオリ、まさか。ライトをこちらに。 It's showtime。 時代が変わり世界が変わっても千織は変わらない。相手が誰だろうとどんな壁に阻まれようと千織は屈しない。たとえ時代が相手でも千織はファッションの先端をかけ続ける。最後にお忘れなきよう。夢を追いかける道でいかなる困難にもくじけない人こそ、しおりのブランドにふさわしい。では夢を追うすべての友人へ、ファッションウィークをどうぞお楽しみください。これでどう？もうちょい左。こう？うん、完璧ね。よいしょっと。いいわね。ちよりさん、写真を撮ってもいいかしら？もちろんよ。ちよりお姉さんがお店のロゴを作ってたなんて全然知らなかったよ。ファッションウィークが始まる前から用意してたのよ。ファッションショーで結果を出せたら掲げようと思ってね。テイワットを席巻するならブランドロゴぐらいないと。その点においてはスピナディロースらの方がリードしてたみたいね。言われてみればうちの魔術団もロゴを作った方がいいかな。ならそのロゴにはお兄ちゃんと私のトレードマークのファニーハットキャットとビックラキャットボックス、それからペールスも書かないと。じゃあペールスのことは腹ペコクールペンギンとでも呼ぼうか。じゃあ帽子の中に2匹の猫と1匹のペンギンが詰め込まれてる感じ？わー、あったかそう。狭そう。しおりさん、写真もバッチリ撮れたし、旅人が渡してくれた証拠と合わせて明日のスチームバード新聞に載せられると思うわ。ありがとう、シャルロット。気にしないで。人々に真相を伝えるのは記者として当たり前のことだから。お礼に今度からベリテ君の衣装は全部無料で仕立ててあげるわ。キャハー！本当にいいの？もちろんよ。リネとリネットも遠慮しないで。今後公演で着たい衣装があればいつでも言ってちょうだい。ステージ衣装以外はダメ？オンに着るよ、しおりさん。私は何もいらないからね。代わりにちょこちょこ顔を見せに来てちょうだい。私も何もいらないよ。これからも国際配達を頼むときは私を指名してくれればそれで十分。ああ、そういえばキララはいつ帰るの？その…スピナディロースらで人力車を手配しておいたから、キララを乗せてみんなで送ってあげる。それは恥ずかしすぎるじゃん。ひひっ、オイラたちも何かお礼がもらえるのか？もちろん、後で。会場の秩序を乱し、スポットライトを無断で利用、また公共の場での武器使用および事前申請なしに危険な演目を実施。シュブルーズ、オイラたちの説明を。
今述べた事項に該当するものを見かけたら、特巡隊隊長シュブルーズまで報告するように。罪状を並べるのは楽しい？びっくりしたじゃない。こっちのセリフだ。次また会場であんなことをするなら事前に知らせてくれ。もし事前に君に知らせてたら許してくれた？いや、だがせめて驚くことはなかった。それなりの見返りもあったでしょ？有害な商品を生産するサアンドル川の腹黒工房の主をご丁寧に縄で縛り付けてあげたじゃない？行き届いたサービスだと思うけど。まあそういうことにしておこう。今日のところは譲っておく。まあまあ、ここにいる人はみんな友達なわけだし、これからみんなでご飯に行かない？スピナディロースだがおごるから。私はいい。まだ処理をしないといけない手続きがたくさんあるのでな。みんなで楽しんできてくれ。そうだ、千織、ここに来る途中ベンゲルさんに会った。お前への伝言を預かってる。はいはい、どうせすまないとか謝ってたんでしょ？わざわざ伝えてくれなくても結構。日を改めて彼の店に行って笑ってやるつもりだから当たりだ。彼のことをよく知ってるみたいだな。君にもお礼を言っておくわ、シュブルーズ。当たり前のことをしたまでだ。それと、もう一つだけ言わせてもらおう。さっきのパフォーマンスは素晴らしかった。当然でしょ。さ、打ち上げに参加する人は回れ右して、私についてきてちょうだい。旅人、パイモン。景色のいいところでちょっと待っててくれる？ナビアには少し遅れるって言っとくから。君たちに渡したいものがあるの。景色のいいところ？あ、あそこだな。わかったぞ。うん、すぐ行くから。お待たせ。そんなに待ってないぞ。でも、なんでわざわざここで渡すんだ？はい、これ受け取って。これってブローチか？お、チオリアのロゴだな。ん？オイラの分もあるのか？まだ2つしか作ってないのよ。いろいろ考えたけど、やっぱり君たちに送ることにしたの。今回、君たちにはかなり助けられたでしょ？それにずっと一緒にいてくれたしね。本当にありがとう。君たちの信頼に応えるためにも、絶対に負けちゃいけないって、そう自分に言い聞かせてたのよ。でも、一番の功労者は、やっぱり千織だぞ。ううん、違うの。これだけははっきり言える。夢に向かって長年走り続けてきて気づいたことがあるの。自分自身の信念や忍耐も重要だけど、一番大切なのは支え合える仲間だってことにね。一人でできることはたかが知れてる。もし今回君たちが助けてくれなかったら、私は本当に何もかも失ってたかもしれない。それはちょっと大げさじゃないか？それよりファッションショーでお前が言ってたことの方がオイラは気がかりだぞ。もしチオリアの服を買う人がいなくなったらどうすんだよ。確かに偉そうな言い方だったかもしれないけど、私の素直な気持ちでもあるの。世間に妥協したくないし、ましてや、誰かの言いなりにもなりたくはない。これだけは自信を持って言えるわ。チオリアの服は、
最高の品だってね。いいものは必ず人々に認められる。ひひ、なら心配する必要はないな。じゃあそろそろ打ち上げに行こうぜ。ええ、そうね。でももう少しだけ今夜の景色を眺めていたいの。だってフォンテーヌに来てから最も美しい夜をこうして見ることができたんだから。一緒に遊ぼうよ。私は千織、千織屋の店主よ。衣装のオーダーメイドならいつでも言ってちょうだい。他の依頼は、君が交換条件にする価値のあるものを持ってるかどうかによるかな。だってお互いに与え合ってこそ商売でしょ。それから千織屋内での喫煙と喧嘩は禁止よ。お客様は神様なんてうちじゃ通用しないから。一般人だろうが本物の神様だろうが、規則を破って外に投げ出された時に尻餅をつく姿勢は同じよ。歩む道もなりたい姿も全部自分自身で決めるの。誰も私に指図なんかできないわ。布を断つにはハサミを使うはず？そんなつまらない規則なんてどうだっていいわ。使い勝手のいい刃物を使うまでよ。突っ立ったまま動くつもりがないのなら、いっそ私のモデルになってくれない？綺麗な服をデザインしてあげるわ。雨より地面の泥水の方が嫌いだわ。服についたらなかなか取れないんだもの。故郷の景色を思い出すわ。憧れのここを手にした瞬間に散ってしまう美しさ。雪ってファッションと結構似てるわね。こんな場所でどうトレンドを広げればいいのか、全く想像がつかないわ。おはよう。朝食を用意してくれるかもなんて期待はやめてね。むしろ、もしカフェに行くなら、君の方がついでに私にコーヒーを持って帰ってきてよ。ミルクなし、お砂糖なしでお願い。もうこんな時間？お腹が全然減ってないのよね。作業を中断したくないから、昼ご飯は一人で行ってきてちょうだい。外が騒がしいわね。
フォンテーヌの人たち、総出で散歩でもしてるわけ？お風呂に入ってゆっくり休もうっと。それじゃ、また明日。性格が悪いだの、話し方がストレートすぎてすぐに人を傷つけるだの。そういう文句や陰口はよく聞くわ。でも私からすれば、誰にでもお世辞とわかる社交辞令の方が大概よ。はっきり言って、時間の無駄ね。事実を指摘されただけで傷つく人なんて弱すぎるんじゃないの？ブランドの理念を構想してた当初は、自分の経験からたくさんのキーワードをまとめることができたわ。だけど、その中から一つを選ぶのは本当に大変だった。どの宝石も自分の理念を反映している。それなのに、選べるのは自分を代表する一つだけってところが特に難しかったわね。絶対に屈しない。これこそが私であり、私のブランドよ。私の目を信じなさい。この服なら君に似合うはずよ。え？こんなスタイルの服見たことないって？ふん。それは君が今まで出会ってきたデザイナーにセンスがなかっただけでしょ？フォンテーヌ人からは雷鳴の細菌師って呼ばれてるの。由来は出身地よ。別に、どう呼ばれたって構わないわ。故郷に対する未練なんてないし、神の目だって稲妻を出ようと決めたその時に授かったんだもの。まあ、とはいえ、布をいくら干しても干しきれないあの場所は嫌いじゃないわ。私はただ、あそこに帰る必要性を感じないだけ。子供の頃の私は落ち着きがなかったから、親は私にいろんなものを学ばせたわ。その中の一つが剣道だった。でも、ある程度学んだ頃に、ふと両手にそれぞれ刃物を持った方が強いし、使い勝手がいいって気づいたの。ま、剣道の先生にはやめろって言われたわ。どうしてって聞いたら、主流じゃないことはまともじゃないんですって。その後、私は一度もそこへ稽古に行かなかったわ。今考えてみると、あの時自分の気に入ったやり方を貫くことができて、本当に良かったと思う。もしかすると、私って生まれつき、両手を両方とも使ってないと落ち着かない性質なのかも。たもとは、私の初めての作品よ。当時はただ、自分と似たような女の子に、モデルと助手をやらせようって思って作ったの。え？そばにいてくれる存在？私にはそんなの必要ないわ。前に彼女が変なもののデザインを山ほど依頼してきたことがあるの。それもすごく真剣な顔でね。例えば、ソーダリンの出っ張り部分を全部それぞれ違った王冠みたいなデザインにしてほしい、とか。当時はつい冷たい目で、そんなことをするくらいなら、君の帽子を船の形にする方がマシよって答えちゃったわ。私のデザインについて、時代を先取りしすぎている、なんていう人たちは、きっとナビアと話したことがないんでしょうね。私は秘密を隠しておけるようなハットは作れないわ。でも、彼の魔術は、それを可能にしてしまうの。あれだけの秘密を隠したハットって、被るとどんな気分がするんでしょうね。たまに気になりはするけど、私はやっぱり考えは隠さずに言っちゃった方がすっきりするわ。あの助手さん、口数は少ないんだけど、私のことをとても信頼してくれてるみたい。私って猫に好かれやすいのかしら。以前、取材のためにシャルロットが店にやってきたことがあるの。私は、別にインタビューしてもらうほどのニュースはないから、いいって断ったわ。
だけど、彼女が諦めて店を出ようとしたその瞬間、ある酔っ払いが店に入ってきて騒ぎを起こして、彼女は一部始終を記録したってわけ。本当に信じられないわよね。記者がニュースを追うっていうのはよく聞く話だけど、ニュースの方が記者を追ってくるなんてこと、あり得る？シブルーズとなら、会話も協力も滞りなく進められるわ。でもその反動か、彼女とのやりとりを終えて、他のお客さんの相手をするときは、いつもなんだかぎこちない感じになっちゃうのよね。エミリエの香水はかなりの人気よ。うちもあそことは提携してて、試作品のサンプルをチオリアに送ってもらってるわ。そして届いた香水をエローフェにこっそり試着室に振りまいてもらって、顧客たちの反応をエミリエにフィードバックしてあげてるの。かなり長く続けてるけど、試着室の匂いが変だなんて言われたことは一度もないわ。それどころか、店で使ってる香水はどこで買えるのかって聞かれることばっかりよ。彼女が新しい香水を発売するたびに、私も気になって一つ買ってるの。どれも使うたびに、新鮮に感じられる香りで、あれは本当に天才の所業ね。感服しちゃうわ。一部の友人や協力者から彼のことは聞いてるわ。彼のやり方には結構感心してるけど、自分のやり方を変えるつもりはないの。昔、まだ稲妻にいた頃、緑色の目をした猫に懐かれてたの。インスピレーションを探して外に出るたび、その子は私の後をついて回ってきてた。私が持ってる布の色と模様に興味があったみたいで、機嫌がいい時は私の足にスリスリしてくることもあったわ。だから、かなり時間が経ってたけど、2本の尻尾と緑の瞳を持ったあの子を見た瞬間、あの猫だってすぐ分かったわ。新鮮なものを見る時のあの子のあの目は、何年経ったって全然変わってないもの。子供の頃の私があんなにやんちゃじゃなかったら、上里家のお嬢様に出会う機会に恵まれることもなかったでしょうね。あれは、私が上里家の塀を乗り越えて、こっそり庭に忍び込んだ時のことだった。彼女が塀の近くに転がったマリを拾おうと、こちらにかけてきたの。私を見つけて驚いていたけど、ワクワクもしてるみたいだったわ。それで、一緒にあれこれ喋ったり、遊んだりした。でも、結局バレちゃって、築き上げたばかりの友情は、私がつまみ出されたことで終わりを告げたわ。言わせてもらうけど、別に私、噂ほど気性が荒いわけじゃないから。私はただ、くだらないことで時間を無駄にしたくないだけなの。でも、なぜだか知らないけど、私の周りじゃ、くだらないことが後を絶たないわけ。そのせいで、私の評判もどんどん悪くなってきちゃったのよ。まったく、風評被害っていうのは、まさにこのことよね。子供の頃から、お説教されるのは嫌いだった。規則っていうのが大嫌いで。どうしても逆の方向に行きたくなるって時期もあったわ。ひねくれた性格のおかげで散々ひどい目にもあったけど、年を取るにつれてだんだん分かってきたの。規則っていうのは全部が全部悪いものってわけでもないってね。私が本当に嫌っていたのは自分の思う通りに決定できない感覚の方だったのよ。子供の頃の一番の楽しみは、故郷の夏祭りだったわ。夏祭りでは、みんな一番綺麗な服を着て外へ行くの。帯にぶら下げる色とりどりの水風船。どう頑張っても救えない金魚。甘すぎるリンゴ飴。それから、長野原の花火。
お祭りは楽しいけど、家に帰った後はいつもなんだか物足りない気分がしてた。今になってやっと分かったけど、きっと観客側に立つだけじゃ満足できなかったのよね。花火といえば、みんながすぐ長野原を思い出すみたいに、いつかはお祭りに着る服といえば、千織屋の服だってみんなに認めさせたいわ。考えてみただけでやる気が溢れてきちゃった。よし、店に戻って服を作ってくるわ。仕事の時は仕事に専念するけど、今を楽しむのも好きよ。時間のある時は食べ物を手に景色のいいところを見つけて静かにお昼寝したり、お気に入りの音楽を聴きながらゆっくり夜の眠りを楽しんだり、友人を呼んでみんなでワイワイおしゃべりしながら思う存分食べて飲んでパーティーを楽しむこともあるわ。何をするかはその時の気分で決めるの。トレンドが今この瞬間にしかないのと同じように、私も今この瞬間を生きていたいわ。どう？君も今夜は私と出かけて一緒にのんびりしてみない？私は仕事を通じて夢を追い、趣味を通じて自由を探してるわ。毎日好きじゃないことをやるなんて、一体何の意味があるの？子供の頃に食べた稲妻のお菓子が忘れられないわ。でも、食べる喜び以上に、私はお菓子作りの過程を楽しんでた。もし、布がお菓子よりも色合いや変化に富まないものだったら、この世にお菓子職人が一人増えてたかもね。ハギスみたいな味の濃い料理は苦手だわ。道を歩いてる途中でいきなり岩フライムの泥攻撃を食らって顔が泥まみれになったみたいな感じがするんだもの。この説明ならわかるでしょ？うん、なかなか好きな味よ。次もこういうのをお願いね。安心して、お返しはちゃんとするから。悪くない腕じゃない。仕事が終わった後、店でゆっくり味わうのにちょうどいいわ。嫌いな味だわ。次はもっとあっさりしたものにしてくれる？お誕生日おめでとう。クイズの回答者になるつもりはないから、欲しいプレゼントがあれば直接教えて。何？ストレートすぎるって？わかったわ。じゃあナビアとキララたちを呼んで、さらに君の友達を何人か集めて、夜にチオリアでパーティーを開きましょう。他の人のプレゼントを参考に、君に似合うアクセサリーをその場で作ってあげる。絶対に気に入ってもらえるって自信があるわよ。ダメだわ。ありきたりすぎるのよ。まあまあかな。でも、やっぱり人目を引きつけるような要素が欠けてるような。よし。求めてたものを捉えられた気がする。手が震えたりはしないわ。私はその道のプロなんだもの。でも確かに、鼓動はちょっとうるさいかもね。作品が完成するまで、ずっと付き合ってくれてありがとう。この作品は、私にとって本当に重要な意味を持つものよ。これでこの先の道も、もっと自信を持って歩けそう。たもと。インスピレーションを探しに行きましょう。布を断つにはハサミを使うはず？そんなつまらない規則なんてどうだっていいわ。使い勝手のいい刃物を使うまでよ。